けですね。スケスケですね今日は、はい、まあ、なんかレースとかそういうの好きですね。あ、でもこういう黄色いパンツは初めて買いました、はい、あ、そうなんですか、はい、なんかみひろちゃんカラーのような気がしますけどね。本当ですか、今日初めて履いたんですけど、あ、すごいなんか素敵だなと思って。そうですね、あ、いろんな色今度挑戦してみようかなと思いました。あ、なるほど、あ、そう、あ、いいかも、ね、昔はミニスカートとかショートパンツが多かったんですけど、はい、ちょっとなんかやっぱりね、もう大人になってきたので、はい、こういう、そうですね、いやだから今のみひろちゃんからはミニスカートを履いてたとかなかなかイメージわからない。そう、いや本当って、ね、大人っぽくこれからは行きたいと思います。ありがとうございます。マヨチュン、はい、じゃあ飲み始めよう。でも上着がちょっとあれですよね。なんかそろそろいいかなと思って、はい、薄いのを着てみました。で中がちょっと、はい、ちょっと違くなってる。あ、トップスっていうのがちょっと。なるほど。あ、そう、あ、よく見れば。はい、あ、なるほどなるほど。でもすごい前のね、スキニーの。そういう上を着るとお姉さんっぽくなるんですね。ありがとうございます。今日はアクセサリー好きですね。はい、もうその日です。ちょうどファッションのポイントはそこですか。これは、あ、違うんです。これ、はい、あのえんちゃんの通年 T シャツでグッズとして出してる T シャツなんですよ。後ろにえって書かれてると思うんですけど。本当ですね。そうなんです。でこちら最近発売されたんですけど。はい、まあ、こんなズタズタになってるのはあの僕仕様なんですけど、完全に。あ、自分でやったんですか。あ、自分でやりました。上手じゃないですか。上手です。デザイナーもいけるんで。エンテでもさ、あの、もうちょっとポップなグループじゃないですか。いや、そうなんですよ。めちゃめちゃポップでもうカラフルみたいな、ね、最近新衣装なんかも出たんですけど、ギャップですね、ギャップ。わかりました。ぜひ。ありがとうございます。先週放送のちょっと聞いてよ、私の旅行自慢。はい、ということで今週はプレゼンするんですけど、はい、伊豆諸島の一部の中で一番アクセスが良くて、一番海が綺麗なのが高知なんですよ。うん、ようじゃんこれ、軟水なみたいな。柔らかい？お水硬いかな、ちゃん飲んだ感じ。よ、柔らかい。分かってないな。なんかまた先月と全然印象が違いますね。そうですね、先週もシンプルにしたんですけど、はい、私はもっとシンプルにしました。スカート好きなのでワンピースとか着ます。ワンピースですよね。はい、今日 の、 あのファッションのポイントはどんな感じですか。あの靴ちょっとミスったんですけど、でもあの靴下はこう柄のある靴下にして、はいはい、で上はちょっと黒にしました。あ、なるほど、はい、結構足元がポイント、足元ポイントですね。ありがとうございます。すごいなんかお姫様みたいな衣装ですね。ありがとうございます。え、いつも私服ですよね。はい、あのワンピースが好きなんです。あ、だからよくワンピース履いてるんですけど、はい、今日は初めてなので、ちょっともう清楚に白でいこうかなって思って、あ、白いワンピースでいきました。あ、結構じゃあ柄物のワンピースも持ってるんですね。言うてそんな柄物とかはないんですけど、はい、なんかでかくクマ描かれてたり描かれてなかったり、ダメですか。すごいいきなりブリブリじゃないですか。10代に戻ったような、そんななんかきつめですか。そんな、いや今カメラマンさんにもベルトした方がいいねって言われた直後で。なるほどなるほど、あ、それいいかもしれない、今から取りに帰って戻ってきてください。
場所から B 級グルメまで紹介したいと思ってます。はい、はい、これこちらカビラ湾というカビラ湾、カビラ湾に行っちゃっていいんですか。いいんです。なんかあまり若さを感じない。そうですか。マヨ中。今日のファッションのポイントを教えてください。今日のファッションは真っ黒なのと腹見せ。あ、はい、腹見せです。あの適度に。あ、背中の方はでも長す。あ、そうです、長くて、あ、でシンメトリーな感じが好きなので今日はここがちょっとショーパンとスカート中からそうみたいな感じです。あ、なるほど。で、あの一応私あのアイドルの方青色担当なんでちょっと 青いのをね、こことここに足を持ってきました。なるほど、なるほど、はい、結構黒が多いんですか。基本真っ黒ですね。黒いのが好きです。はい、私は去年の5月、本当1年前に行ったところなんですけど、あやのが1年前に行った、はい、山梨の木漏れ日荘っていう別荘に行ってきました。で、そのウッドデッキのところで夜バーベキューができるんですけど、はい、そこでバーベキューした時の写真ですね。いいね、うん、はよ食べな、ライオンに食べられそうなんだよ。マヨ中。未来のスターを発掘せよ、薄毛治療の神話クリニックプレゼンツ第4回食毛芸人グランプリ。どうどうも、トムタクです。お願いします。お願いします、ね、あの僕あの銭湯に行ってみたいなと思いましてね。あ、なるほどね、はいはい、ガラ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 、ここが脱衣所か。はー、気持ちいい。またやろ。ジャグジー風呂があると。ジャグジー風呂、ブク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 、ようこそ俺のオナラジャグジー。オナラジャグジー、キー、最悪。マヨ中。今日のファッションのポイントは柄に切れる感じで一丁だです。あ、そうなんですね。はい、なんか涼しそうですね。そうですね、最近なんか涼しくて暑くてみたいな繰り返しだったので、はいはいはい、1枚でスルッと着れるワンピースにしてます。あ結構普段ワンピースが多いんですか。普段ワンピースも多いですね。ジーパンとかも多いですけど。あ、なんかジーパンも似合いそうですね、はい、え、嬉しい、ありがとうございます。韓国のミョンドンに友達と行ったんですけど、ホテルからあんまり出なくて、ミョンドンのホテルだったんですけど、ホテルで何してたの。お医者さん、おたらいです。今日は何と言ってもこのセットアップです。めっちゃ春っぽくないですか、このくすみとかみたいな。上も結構あるんですね、あのブレザーみたいな感じ。すごいですよね、ヒラヒラしてて、はいはい、この襟とか好きなんです、はい、お父さんにお前この色死ぬほど似合わねえなって言われてあんまり着るのやめようかなと思ったんですけど、せっかく買ったんで、あ、まあまあ、あでも上着が結構丈長いんですね。そうなんです、デザイン的に。これ見ると履いてない人みたいじゃないですか。はいはい、ギリ見えます。はい、はい、ギリ見えてます。色一緒だからガチで履いてない人、はい、はいはい、でも靴も可愛らしい靴ですね。可愛いです、厚底です、安定の、はいはい、ちゃんと持ってます。こんな感じです。三重県の鳥羽までフェリーに乗ったんですよ。すごい豪華なフェリーで、こフェリーか、フェリーの中で撮った写真なんですけど、もっとフェリー映さんかい。ちょうどこの日貸し切りで誰もいなくて、すっごい広いんですよ。映さんかい。マヨ中。